アベレージ、フシアナレージってこと？はい、フシアナです。ガバレージです。ガバレージ。くるーん。めめ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 め打っておらっしゃる。あ、打ってる。パハ。はい。あ、オッケーです。こんにちは。はい。こんにちは。こんにちは。やす。ちょっと僕インポスターなんですけど、インポスター久しぶりに弾いてめっちゃテンション上がりました。おめでとうございます。インポスター。相方教えてよ。めっちゃ嬉しいです。誰ですか？え、釣れば終わるじゃないですか。相方同じ格好してるセンターさんです。いや、じゃあ違いますけど。バリウソ下手。違います。これもっと連携した方がいい。連携お願いします。ああ、ごめんなさい。全員連携お願いします。はい。で、同時にはできないんで何回か押してください。ああ、なるほど。はい。え、これなんでアルマさん今自白あれなんですか？それはもうこの場面だったら自白するしかないでしょ。うん。別の場面。え、奥か。別の場面なんだこれ。あの、もう積んでたんだ。え、そしたら次、あれですよね。ボタンを押すアルマさんすればいいんですよね。そう。え、なるほど。でもそれはかわいそうだからやめとこう。お金かかる。オトレージ。わかりました。いや、これは本当にインポスターの時だな、これアルマさん。見てて、これ終わった時んーって言うんで、おかみおかみおかみジュボ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 ジおおかみダウンロードの位置を確認し、いつダウンロードやるかを考える。ナイボ、ナイス、おーナイス、ナイボナイボは結論よし。じゃあアルマさん釣りましょう。やってください。実はね、千早もインポスターなんですよ。あ、マジか。マジ千早さん、ちょっと相方先端さんに言っちゃダメですよ、千早さん。千早さん相方誰なんすか？千早さん相方。自分の相方はね、ドズーさんですよ。あれ？チェーンメールみたいな。これ。呪術なぎ式方式だ。あ、でも自白してる歌に釣れば終わりじゃないですか。もうてか4ドラすれば勝てる。4ドラすれば勝てる。やってみましょう。え、最初誰か釣ればいいですか？俺の文章。夏目先生に言いました。最初アルマに言いました。夏目先生、アルマさんですよね。色ケアしたいっす。色ケアしたいっす。うわぁ、こんなの。ねえねえ、なんで夏目に2号入るの？本当に？おかしいって。でもこれ本当にね、本当に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 アルマだ。茶色と青かな。茶色青、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 茶色青。で。へい。へい。あ、やらんとこ。死ぬ。ラグビンビンよ。あ、オレンジ。わ。インポスター死んだ。あ、すいません。両方死んだじゃん。シアヤさんは、明るい右下で自決してました。右側ちなみに、展望デッキで発見しました、キッチン武器庫から行ったんですけども、キッチンから上がってくるマシャカレさんには会ってます。
あ、アーカイブが抜けてくる。アルマさん見てます。マシャカリはキッチンいないっすよ。あれアーカイブからシャワー室。キッチンから抜けてきてる。アベレージさん。俺じゃない俺じゃない。来ました。あ、いいですか。実質点アベレージさん絶対白で、これなんでかっていうと、リフトにアベレージさんと自分が右側に行ったんですけど、で、自分とアベレージさん並走してシャワールームまで行ったんですけど、その時一瞬だけレポートが光ったんですよね。あ、光ったんですか。で、アベレージさんは、はい。アベレージさんはそれに気づかず、なんかもう普通に下になんかシャシャと行っていたんで、自分がシャーねえかって思って下へ探した結果、右側にインポスターの茶屋さんが死んでました。どこで死んでたっけ。アベレージ、フシアナレージってこと。はい、フシアナです。ガバレージです。ガバレージ。ガンバガバレージ。心電図情報、両方とも死体ほぼ同時タイミングで、9秒前ですね。9秒前。トゼルさん、展望いたってたんだでしたっけ、はい、マスカリさんでしたっけ。トータス、トータス、トータス、トータスです。あの、武器庫から入って、その時扉は開いてました。ピンク、夏目先生のその、配線タスクのところで死んだ。夏目先生のその話ってめっちゃ直近ですか。それともめっちゃ直近。9秒前に死んでいるんだったら、え、待って、9秒前だったら夏目になる。そうっすよ。お、うん。それがちょっと気になって聞きました。9秒よりか前だから聞いたらいいのに。9秒死んだ瞬間じゃなくて9秒より前。僕ラウンジにいて酒屋さんとすれ違ってね、多分酒屋さん視点僕がめちゃめちゃ怪しいと思うんですけど、その地帯地の時間だけ聞いたら僕の城拾えるかなって思って聞きました。うん、6視点夏目先生のセーフじゃなかったらアルマさんかなってなっちゃいますね。セルフ、あ、セリフないのか。ああ、普通に聞いて。さっきなんか話を出した時間差みたいな話してたんで。はいはい、あ、待って、そしたらアベレージさんと別れた後切って。え、ないんだったらタイミングよく到達するが発見。で、どうする？キッチン、ジャカリさんじゃなかったっけ？しゅ。リフトない。ごめん、押してください。コミュサボ、コミュサボ、サワーズ、コミュサボ、サワーズ食いて、あの、顎が痛くなる、グミ。めっちゃ食ってたな、一時期。あ、赤、水色、ピンク。赤、水色、ピンク。なんか、聞こえてきた。ありがとう、恥ずかしい。水色、ピンク。ナイス、方向。はい、なんか言った？水色ピンクって。初手キッチン脇がトズルさんとマシャカリさんだった気がするんですけど、違いましたっけ？いや俺マジでそっちじゃないんすよ。あれ誰？酒屋さん？っていう話をさっきしたかった。あれ？そうそう。誰でしたっけ？トータさん？キッチン脇。いや僕違います。僕そっちが。あれ皆さんどこ脇ですか？どこやったっけ？エンジンメインじゃなかったらエンジンだな。いや俺エンジンか宿舎ぐらいで湧いてるんで。いやでも俺トータスさん見てないけど、まあいいや。いやすれ違いましたよ、他の方は。っていうところなんで、もう最後ここローラーしたらいけると思うけど俺。いやちょっとそれ怖い。トータスさん白だと怖い。まあいいや。展望キッチン脇じゃない方。あとアーカイブ、アーカイブだったはず。アーカイブ。他は？手。貨物です。あるまま初手はアーカイブ脇です。あ違うわ、僕貨物かな。ごめんなさい、ちょっとこの最終値洗うのちょっと切っていいですか。9秒前って話だった場合、酒屋さんは無理ですよね。いや、わかんない。普通にね、僕がその話したくて、9秒前なんだったら、酒屋さんがベントから、貨物に飛んできて、上に来てる可能性も聞いてあります。ない。ベントはない。ベント絶対使ってないですか。自分、アベレージが言ってるところでないと思う。できればマジで右の話アルマさんで確定。あ、わかんない。左の方が強いだった。左。あ、トータスさんちょっとストップ。待って、なんか右が盛り上がってる。どうしよう、どっち話したいんだろう。わかんない、どっちもいいっすよ、僕は。僕は 90% ぐらいアルマさんと思ってるんですけど、僕視点の話だと。で、夏目さんのテントが引き上げてる。てか、そこも左がトータスさんとマシャガリさんしかいないのか、もう。そうなんよ。うん、いや。他いてないんやったら、他のその最終位置聞いたら、全然ローラーでいいから、釣ろうよっていう提案なんやけど。トータスさん、本当に俺だった？うん。いや、これ、シタクロさんの変態カウボーイ。アドミン偽装があんだよな、これ。アドミン誰か出したんだっけ？心電図偽装があるから。そもそも、じゃあ、マシャカリさんの最終位置どこっていう感じで。
あ、ちょっとじゃあ俺後で言うか。アベレージさん目線僕が後ろ出せますよね。パーフェクトボデリアクターは必ず向かいましょう。向かわなければ死んでしまうし、容疑者位置に入ってしまいます。ボタン押したよね。オツレージ、オツレージ、メイン、メインレージ、オツレージ、メインレージで死んだ、エンレージでマサレージと一応すれ違いました。あ、ね、それ多分昨夜さんが、あ、まあいいや、了解、そうね、エンレージでマサレージ、センレージとすれ違いました。はい。わかんねー。センターさんの後ろにいたんで。ナツレージとサクレージは無理ですね。メインのどこら辺でした？メインの半分よりちょっと左。遠隔近くとか。マシャカリ言うと武器庫行ってコミュニケーション行って、アドミン見てアドミンのやつ出せるんですけど、あんまりなんかもうあれだったら意味なさそうなんで、いや、ちょっと出してみてください。寄宿前通路が2、昇降機3とかだったと思うけど、一瞬で見てで人数数えて死んでなかったと思ってバッて行って、僕と酒屋さんが昇降機宿舎の時のタイミングかな多分。ですね、多分僕がやってないの酒屋さんがあ、でもそっか、オツレージはメインホールで死んでるんか。サクヤさん、とりあえずどうですか、マシカリさんできます？観光、いや本当に左から来たっぽかったです、マシカリさんは。一応すれ違いはしたけど、ああ、僕すれ違ったのエンジンちょっと上とかだったんで、どっちか来たか分かんなかったんですけど、僕が仮にやってたらメインホールでぶっ殺して弁当入って、わざわざ弁当であのエンジンに抜けて、うん、左から右に行ってるっていう、それだったら僕的にキッチンに行った方がいいと思うんですけど、昇降機右直した方はトータスです。じゃあピカクロさんはヌー乗ってきて、あと僕が最後アーカイブ側から来てますかね。いいっすか、ローラーをしたくて、多分ピカクロさんの9秒前っていうバイタルの情報が ある限り絶対自分がやってるので、うん、9秒前が本当に正しかったら自分しかやれないぐらいの犯行なんですよこれ、うん、そうなんですよ、自視点でもそうだから、その代わりアルマとローラーをしてほしい。あ、僕になるんだ。あ、まあまあまあ、はい、それで通してほしくて今回自投票するから、ロラが通るこのタイミングでしか言えない。いや、でも6人になっちゃうよ。試合でボタンをつけほしいけど、クルーメイトだったらやばいっすよ。え、マジ？僕結構普通にピカさんもあると思うけどな。まあもう命かけてボタン押しに行ってください、お願いします。はい、マジこれ夏目生き残るルート、これボタン押したっけな、どうだっけな今回。今のキルで言うとピカコロさん左から昇降機乗ってきたんで、まあできないと思いますよ。うん、アルマ君は可能やと思う、位置的に、うん、アーカイブ側から来たから、うん、夏目先生はピカコロさんとアルマさんの二郎を追ってるってことですか？ね、だけど下位置的にはピカコロさんの犯行って不可能なんですよ、うん、まあ、私のでも目撃情報ないですからね、うん、だから私不可能じゃないんじゃない。いや、扉が閉まってたんですよね。扉が閉まってたのは閉められる可能性もあったっ、ね、あ、じゃあ、聞いてください。アーカイブの扉が閉まってたんですよ。で、それ扉を開けてアベレージさんと自分が下に行き、右側の扉も閉まっていたので、酒屋さんがラウンジにいたのであれば、ピカクロさんが視認されずに、キルすることは不可能です。ベントが自視点ないので。自視点ないのね。はい。自視点の話ね。自視点、まあ。
倒れる瞬間を見てるってことかな。そのことじゃないよね、夏目先生。あ、じゃないです。壁に張り付いててって感じです。でもどうなりますか、夏目先生。だから9秒前が数え間違えとかって可能性の方が強いかなって思う。間違え、じゃあ数え間違いにしようか。わかんないので。え、てかさっきアルマつったのって結構なんであれ？うん、夏目先生が頑張ってんなと思ったから入れた。ロラするんだったらアルマさんからついたくなと思って。あ、そうなのか。そんな順番大事だったですか？あ、9秒前だとほぼ確実に自分なんですよ。ん、そうなの、順番が変わんない。いや、それがよくわからなかったんだけど、自ら9秒前で自分になるっていう主張がよくわからないから、はい、まあインポスターでもないんだろうなと思ったぐらい。夏目先生釣った方がいいの？あ、もう釣ってください。これ釣った方がいい。釣った上でドズルさんの死体の件はみんなどう、ゾウタさんとマシャカリさんのロラまで知ってほしい。左側にいたのがその人しかいない、うん、こっちから、こっちからやる方が正解、正解、そっちの方が正解。議論じゃ絶対勝てないんで自分が。まあ分かるけど、ボタン押したっけな。助けてる場合か。助けやらんでよ、いいじゃん。どうするの？ボタン。だっけな。上がった気がする。上がった気。3回目押した気がする。エレクトリカルで、トータスさんが切ってました。僕今展望デッキです。マシャカリさんどういうルートで行った？僕っすか、ピカさんと確かアーカイブの方で会ったと思うけど、うん、その後エレクトリカル下行った。なるほど。で、時系列言うと先にトータスさんがエレクトリカル降りてる。ああ、そうですね。僕今エレクトリカルでスイッチ上げるやつだけやってからセキュリティ展望デッキなんですけど。もうちょっと最初の日の話聞いてほしくて、開いてたんですよ、ドア。だからマシャカリさんが下から上がってきたら絶対に気づく位置であるんですよね。光る位置であるんですよ。あ、そのドズルさんのことですか？うん、ドズルさんのことです。あ、それは多分僕とトータさんどっちかなんで、多分客観、いや、はいはい。あともうこのタイミングで言うことっつったら、僕が最初からローラーしましょうって言い続けてたことぐらいですかね。あ、僕はその、はい、なんだろう、このタイミングにならないと到達さんって正直絞れなかったんで、見間違いもあるかなと思ってそこまで押さなかったです。クルーの懸念もしてたんで。なるほど。そうっす。でも話聞く限り左におったの僕とマシャカリさんぐらいかなと思うんで、うん、もうピカクロスさんの9秒がこれある程度決まってるんやったら、もうマシャカリさんしかないかなっていう感じです。いや、すげえ、なんだろう、こっちの話に持ってきたかったから、結構相方がピンチだったんかなと思ってはいる今のところ。あー、なるほど。いや、でも正直右から話すんのみんななんでやろって。俺死体発見したけど俺の話聞いてくれやんやんっていう。確かにね。うん。俺の話右盛り上がるねーって思いながら。朝刈さん誰か、その相方誰だと思いますか？何か到達さない方。はい。あーと、桜井さんじゃないわ。アルマ、僕がセンターさんと桜井さんとすれ違った時死んだ人誰でしたっけ？アベレージさん？アベレージ君切るアルマ君ができるんだったら結構アルマ君が濃厚だなと思うんですけど。あとは僕右直してます。昇降機。あー、入っちゃうか。負けた。申し訳ない。トータスさんです、これ。ごめん。やったぜ。うまかった、インポスターが。申し訳ない、本当に。悪いな、みんな。いやー、マジかー。終わりそう。終わりいやー、ナイスナイス。いや、ごめん。いや、もう、いや、これ、悔しいな。いや、ごめん、ね。アルマ先生、アルマ先生じゃねえや。アルマ先生。いや、あれ、ほんとに9秒前に死んでるの合ってますよ、ピカさん。合ってるんだ。僕、目の前で弁当使ったのに、夏目先生はアベリーさんを見逃してたんで。そう、二人とも節穴で見逃して弁当だったんだ。そうです。
声色がトータスさんバリムラだもん、ね、トータスさん最初からめちゃくちゃムラだったから、そうだからもう正直これ結構きつかったわごめんね、アルマ君貸したかったね。いやでも僕最後ね、多分昨夜さんとラウンジで会ってなかったらスーパーゴッドキルだったと思うんですよね、うん、あれ、昨夜さんにラウンジから来てるの見られちゃったから、いや申し訳ない、悔しかったな、自白してましたもんね最初。そうす、だから最初から言ってるじゃないですか僕が。どうする、だから僕釣りたかったっすよ4票4票でした、ね、言ってないじゃない、先端さんじゃなかったっすよね、はい、あそうです、ちょっと相方だけごめんなさい、ちょっと嘘ついちゃったんですけど、あーいけない子だ、いけない子だ、ね、むしろ言ってほしかったな。あの442になった時あったじゃないですか、あの内心くっそ心臓ドキドキしてます、やばいね、俺もさ、もう終わるって思ったもんやべえって言ってたもん、内心もバクバクでしたし、あれめっちゃおもろかったな俺らはもうバクバクだよ、ね、ちょっと一つだけちょっと教えてほしいんですけど、あれ左側から殺すのってなんかなんでですか、なんか容疑者位置がどう考えてもマシャカリさんとトータスさんしかいないから、ね、客観視点でもそこの詰め方の方が安全かなっていう判断、右側でも夏目アルマしかないですね、いや分からない、目撃スルーしてるアベレージさんとかもいるみたいな話で、はい、よく分からなかったから、うん、だとするならば作屋さんも出しちゃったし容疑者に、あとあれですよね、ピカさん容疑者がもう本当に2人しかいないからそこの方がもうすぐ終わるし、ローラしたら何なら、あと大事なのがトータスさんとマシャさん食い違ってましたしね、そうそこなんですよ、あのすよ、ね、トータスさんとマシャカリさんの発言が食い違ってる以上対立時がトータスマシャカリで出来上がってて、夏目さんとアベレージさんのとこだと例えばピカクロスないしはあのそのアルマさんとかっていうできる候補が何人かいるので、普通に考えてな、クロさんできなくない、できなくはない、でも結局弁当だったんでしょ、だからあそうです、結局だから、まあ、右に人が多かったからいろんな可能性あるから、そう左の方が楽じゃない、左がもういないから、あなんかね9秒前のバイタル情報だったら絶対自分なんですよあれ、そう弁当が結局 見落としてるから、そう2人とも見落としてるから、だからまあこれクルー、自分クルーだから自主点のインポスターのアルマ釣らないで負けちゃうからって思って焦っちゃいました、申し訳ないです、うん、ただどうまいどうまい、夏目先生のあの指摘通り、あのそう心電図ピカクロスギートもあったからね、あれはそう、あのインポスター視点で見てると9秒前に要はそこにいたのは確かに夏目先生とアベレージさんと千早さんだけだったので、まあ夏目先生意見も分かります、9秒前にそこにいたのがそこの3人だったんで、理想もあるんだったらね、容疑者はまあ単純にアルマさんとピカクロスさんと夏目先生3人だから、バイタル偽装込みで、まあ自らも疑わなきゃいけないと、まあ楽だったですね、単純にジキルとハイドみたいな話、トータスさんがもう分かりやすい、泣いちゃうんじゃないかと思っちゃって俺の話俺の話を聞け、タイガー&ドラゴン、ちなみにこれ本当にアルマさんインポスターだと思ってずっと配信で言ってました、終わったらドヤ顔しますって言ってた、やめてください、泣いただろうって言うからって覚えててみんなって言いながら、僕あれちょっと罪番目になった、最初から言ってたじゃないですかって言おうと思ったんですけど、ちょっとあかっこよく決めたかったんですね、はい、あれやらしい